少し、1ピリ立ち上がり先制点取られて難しい試合になったんですけども、自分たちのプレーをし続けることで、いい結果につながったと思います。そうですね、厳しいスケジュールなんですけども、それはシーズン始まる前からこういうスケジュールになるのは分かってたので、それに向けてトレーニングもしてきましたし、今のところコンディションもそんなに悪くなくプレーできていると思います。はい、去年悔しい思いをで終わったシーズンなので、今シーズンも厳しい戦いが続くと思うんですけども、やっぱり韓国のチームも強いですし、そういう相手に負けないようにしっかりトレーニングしていいシーズンを送れるように、でいいプレーを見せられるように頑張りたいと思います。はい、はい。